こんにちは。こんにちは。今日はオンラインキャリアコーチングサービスミライズの小泉明子さんにお越しいただきまして、お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速ですが、最初の質問からさせていただきますね。はい、はい。小泉さん、どのような夢やビジョンをお持ちでいらっしゃいますか？はい、私は今、キャリアコーチ、そして、キャリアコンサルタントとして、仕事をしているのですけれども、働く人たちが、自分の人生をより、自由に、多様に切り開いていく、お手伝いを、しているんですけれども、それを通じてこう多くの人たちが生きててよかったとか、楽しいとか、充実していると、思える時間を増やしていきたいなというふうに思っています。で、さらに、一人で頑張るだけではなくって、必要に応じて気軽に相談し合ったりとか、助け合うのが当たり前の世界というのを広げていきたいなというふうに思っています。どうしても私たちはこうしなければいけないとか、こうすべきだみたいなものに、つい縛られてしまいがちかなというふうに思うんですよね。もちろん、こうしなければとか、こうすべきみたいなものがこう自分を発奮させて、適度なプレッシャーとなって、成長とか、新しい可能性を切り開くきっかけになったりすることも多いのは事実だと思うんですけれども、過度に縛られてしまうと、自分らしさとか、持ち味生かしづらくなっちゃったりするのかなと思ってますし、自信を失ってしまったり、生きる楽しさとか希望とか、感じられなくなってしまったりするのももったいないなというふうに思っているので、人それぞれ持っている、思いとか持ち味を生かして、みんな違ってみんないいじゃないですけれども、それぞれの人生をよりこう満足したものにできたらなというふうに思っています。ありがとうございます。本当に今からの時代って、人と人とがつながり合って、まずはでもその個性をこう花開かせられる状態で、それで人々がこう協力し合う、そういう社会に間違いなくなっていくなって思うので、すごいそういった中、すごいご活躍されるなっていうふうに思って今聞きました。ありがとうございます。じゃあ、そこに向かうためにですね、どんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？はい、まずは、そうですね、ご紹介にもいただきましたけれども、サービス立ち上げから参画しています、オンラインキャリアコーチングサービスの、ミライズというものを、より多くの人に知ってもらって、利用を広げていくことを、目標にしています。コーチングサービス、スポーツジムとかサウナみたいに、こう気軽に当たり前に利用するように、なっていけばいいかなというふうに思っているんですよね。というのも、日頃こう人の力を借りずに自分だけで何とかしようと、孤軍奮闘している方々も多いと思うので、そういう方々にこう、どういうふうにこうメッセージを伝えていくのかみたいなのは今試行錯誤中です。はいはい、ありがとうございます。じゃあ、その夢やビジョンを叶えるために、現在どのような活動指針を持って、どのような基本活動をしていらっしゃいますか？そうですね、活動指針、そうですね、これ、はい、大事にされていることでも大丈夫です。はい、明子さんが生きている上で大事にされていることもつながってくると思いますので、そうですよね。まずはですね、分かりづらい、物を売るような、分かりやすいサービスではないので、利用したことにもない、人にできるだけ分かりやすくお伝えしていければなというふうには思っています。なので、例えば、利用した方の、にインタビューさせていただいて、活用事例を紹介したりとか、サービスを受けることで、コーチングというものを利用することによって、得られることとか、一人でこう考えることとの違いみたいなことをイメージしやすいように、したりはしてますというのと、あとは、
より多くの人をサポートできるように、私自身は活動範囲を、できるだけ広く持つようにはしています。なので、先ほどの、ミライズ以外にも、キャリアコンサルタントとしてとか、コーチとして、個人で活動をしていたりします。できるだけこう間口を広くですね、いろんな人に出会えるようにという、機会を持つようにしています。あ、なるほどですね。はい、それによって、ね、はい、あ、はい、あ、それによって、なんていうんですか、いろんな人の、ね、間口、それこそ出会いが、あきこさんと出会うことによって、その自分のキャリアを花開かせていくというか、なんか今イメージが来ました。ありがとうございます。はい、でそれとと今教えましたよね。あ、そうですね、すいません。個人的にはあとですね、こう多くの皆さんにこう関わる中で大事にしていることは、自分自身が等身大でいることを大事にしたいなというふうに思ってます。当たり前かもしれないですけど、対等な関係みたいなのを大事にしたいなというふうに思ってます。なので、当然プロとしての役割をしっかり、認識した上でですけれども、過度にこう立場を意識して、立場で物を言うという、飾ることはしないようにしています。で、自分自身も自分の人生をこう、自分で切り開く当事者として、模索し続けていますし、自分自身もこう人のサポートを受けたり、ジムに行ったり、それこそ自分を整える時間を大事にしようとは心がけています。あ、素晴らしいですね。本当に切磋琢磨というか、自分を高めるっていうことをすごいされてあるんだなっていうふうに、はい、聞いてて思いました。ありがとうございます。はい、ではですね、キャリアコーチ、この、その夢やビジョンを持ったきっかけは何ですか？そこにはどのような発見や出会いがありましたか？そうですね、きっかけは、長い20年くらいですね、会社員生活してたわけなんですけど、その最後の4年半、人事でですね、仕事で悩んでいる人々と出会ったことがきっかけだと思います。そうですね、社員の相談としてお話を伺う機会がたくさんあったんですけれども、話を聞く中で一日の大半のその仕事の時間が、苦しい時間になっているのは本当にもったいないなという気持ちがこう湧いてきたんですよね。楽しまなきゃもったいないというのでしょうか。なので、自分自身もこう、子育てとの両立ですとか、働き方とか仕事についてこう悩んだことっていうのはたくさんあったんですけれども、自分で何とかしなきゃとか、自分で何とかするものだと当然思ってたんですけれども、自分以外にもこんな悩み、みんな悩んでるんだなというふうに思ったんですよね。何かできないかなというふうにそれで考え始めたのが、一つ大きなきっかけかなと思っています。その20年勤めたところを辞める決心も結構だったんじゃないですか？そうですね、でも決めたら早かったですけどね。もう理由を挙げたらおそらく多分20個はくだらないぐらいたくさんの理由が重なって、たまたまその時 の, 理あのタイミングになったと思うんですけど、一つは、の理由はそのどうしても会社の中で、サポートしようとすると、やっぱりこう人事とか会社みたいなこう立場になってしまうというところもあったんですよね。何かこう、制約があるなというふうに感じたのが一つですね。あとは、たまたま個人的にこう息子が、中学校に上がる、翌年に中学校に上がるというタイミングで、子育て終わっちゃうのに私働いててフルタイムで、しかも本当に、
遅い時間まで残業もしてましたから、このまま終わっちゃっていいのかなという焦りもあったということが一つと、その時、はい、42歳ぐらいだったんですよね。今辞めたらもしかしたら50歳になった時の自分って違う自分になってるかもしれないとか、はい、なんかそんなことを思ったことが、まあ、他にもたくさん小さなことはたくさんあるんですけれども、うん、なんか大きな3つはそのような理由でだったかなと思います。なので辞める時はもう、迷いなく辞めようと思いました。さすが女侍ですね。そうですね。かっこいいです。じゃあそのきっかけや出会いがあっても、あの今ねちっちゃいことから言えば20個ぐらいあるとは言っておっしゃってましたけど、でもそれがあっても、うん、その例えば勤め続けるのをこう選択する人もいる、そのきっかけや出会いで、うん、その夢やビジョンを持つようになった背景には何があったのかをちょっとお尋ねしていきたいんですけど。そうですね、何でしょうね、辞めた後ですね、この夢というんですかね、うんうん、なんか具体的になってきたのは、夢やビジョンがこう明確になったのは辞めてからかもしれないです。漠然とあの描いていた、できたらいいなというふうには思ってたんですけど、具体的に動き始めたのは辞めてから、私コーチですという人に出会ったことが大きいかもしれないですね。なるほど、はい、それによって何があの決定打になったんでしょうね。そうですね、で、まあ、正直コーチングってあんまりそれまで仕事の中であの見聞きすることはあったんですけど、あんまりいいイメージがなくて、こう、目標に向かってガンガンお尻叩かれるサービスでしょみたいなことを、そうなんですよね、思ってたんですけど、あのたまたま出会ったあの知り合いを通じて出会ったコーチの方が、その人らしい人生を、切り開く、お手伝いしてますという方で、まあ、子供からアスリートから、まあ、ビジネスパーソンまで広くサポートしてますよということを、お話ししていらして、え、何それ、なんかそれだったら私やりたいことかもしれないと思って、話を伺って、で実際にその方の、体験のセッションを受けたことが、うん、あの大きかったと思います。でそこで、自分自身がやりたいことってなんだろう、求めているものってなんだろうとかですね、そういうことをこう言葉にしていった時に描いたのが、先ほどあのことにお伝えした一人一人のこう人生を豊かにしていく、うん、まあ、より自由に多様にこう切り開いていくお手伝いをしたいというところでした。うん、なるほどですね、はい、それでつながったんですね。そうですね、じゃあ小泉さん自身が、やりたいことが見つかったから、みんなのお手伝いもしたいなみたいな、そんなイメージで合ってますか？そうですね、うん、はい、そうですね、はい、もともとそのちっちゃい頃からなんて言うんですか、あのやりたいことにチャレンジされるタイプだったんでしょうかね。そうですね、やりたいことはいろいろこうやらせてもらえてきましたね、いろんなことに、うん、そうですね、はい、好奇心旺盛なタイプでしたので、うん、いや、それをこうご両親もサポートしてくれて、はい、うん、その影響も大きいかもしれないですね。自分がやりたいようにやらせてもらった、応援してきてもらったあの経験もあるからこそ、こうやりたいことがあるけれど本当はみたいなところで、できずにいる人を少し、後押ししたいという気持ちもあるのかもしれないですね。うん、なるほどですね、はい、あとはなんかもったいないってあの言葉を使いましたけど、うん、なんかあのなんて言うんでしょうね、楽しみたい、みんなとこう
楽しみを分かち合いたいみたいな気持ちもあって、うん、昔からあのエンターテイナーに憧れてるんですよね。はい、はい、なんかこう人を楽しませるというんでしょうか。はい、うん、なんかせっかくだから一緒に楽しもうよみたいな、なんか、うんうん、笑顔を作る人みたいな、そんな仕事に憧れたこともあって、うんうんうん、なんかそこもあの根底にはあるような気がします、うんうん、それがじゃあ今つながって本当に一人一人の人生を豊かにこう他を認め合えるような、うん、そういうのをこうやっていこうってことになられたってことですよね。はい、うん、素敵ですね。本当にそのちっちゃい頃から持ってたものがこう形化したんだなって思って、はい、お聞きしました。ありがとうございます。じゃあ最後にこの動画を見てくださってる方に一言よかったらメッセージをいただけたらと思うんですけど。はい、そうですね、私もそうなんですけども、あのどうしてもこう一人で頑張んなきゃとか、あのこうするべきとか、なんかこう、うんね、あの真面目なので私たちは考えがちなんですけれども、ぜひこうあの気軽に他の人の力を借りることもなんか試してみてはどうですかというふうに提案したいです。あのなんかみんなで協力し合って助け合っていけたらいいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。本当ですね、あの今からの時代本当に助け合うことが必要だなと思ってるので、はい、今日は素敵なお話を伺いました。オンラインキャリアコーチングサービスミライズの小泉明子さんのお話を今日は伺いました。お忙しいところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。